ここからね、ちょっと大事になってくるのが、最後ね、メモリーです。ただこれメモリーは、いろいろと、注意事項とかもあるんで、メモリーはちょっとすいません、メモリーだけでやろうと思います。こんな感じで、持ってるのかというと、マイクロ SD の128GB を4枚。で、64GB が1枚。で、128GB の方を1枚こいつに使って、あと予備のスマホがあるから、予備のスマホにも 128GB は入ってるから、5枚か。入りますね。で、プラス 64GB。まあまあいいや、このあたりはね、できますよ、いいや。で、あと一応、だから、昔から使ってるちょっと予備のやつがまだ生きてるんで、32GB のが1枚だけありますと。ということですね。このメモリーなんかでも、ちょっと買うときの注意点とか結構いろいろとありますんで、それはメモリーでちょっと一本作ります、この後。で、それをぜひ見ていただきたいと思います。まあ、スマホで普段からね、撮ってるよって方だったら、もうそのままでそれ使ってもらえればいいと思いますし。で、なんかちょっとあれ、うまいこといかんなっていうことがね、スマホ使っててもちょっと条件が悪いと出ることがあるんですよ。そのあたりも説明しますんで、メモリーの回で、ぜひ見ていただければと思います。で、ソフトは私の場合は、パワーディレクターを使ってます。動画の編集ソフトですね。基本的にはこれを、で、ガチガチと。ショート動画もな、もう基本的にはパワーディレクターを作ってます。まあ、正直、処理が早いのと、いろいろとできるんでね。パワーディレクターの方を好んで使ってます。ということですね。あとは、いろんな文字のテロップとか、あとはサムネイルに使うような画像とかを編集したりするときに、いつだろう、話すと。ソフト使います。一旦のがワープロソフトですね。文字データをね、こうやって出す。これ、まあ、ノートパッドっていう、無料のアプリ使ってますけど、専用のね、やつ買って、プレゼントとかね、レポート書くときなんかには重宝してます。ハナコはその画像データとかね、地図のね、簡単なね、マップを作ったりする、なんかぐらいまでできるし、いろいろと、その使える、デザインソフトですね。まあ、いわゆるフォトショーに近いやつなんですけど、ただ、フォトショーではだいぶできることが限定はされます。ただ、その分安い。1万円、どっちのソフトも1万円じゃないですよね。この6000円ぐらいで。まあ、私の場合の時っていうと、これについてくる A 徳っていう変換ソフトが非常に重要になってきまして、A 徳がないと私生きていけないんでね、こっちの方が重要かなと思います。まあ、A 徳もね、いい加減、いわゆる、ゲル覚醒にすればいいのになとは思いますよね。ちなみに、パワーディレクターの値段はちゃんと調べたあるから、それを見てみましょう。よいしょ。パワーディレクターは、年額で5900円、で売ってます。で、これが、1ヶ月プランだと、600円強だったっけ、もうちょっとするか、っていうような感じになってますね。多分これちょっと安いですね。5900円。で、下にあります。いろんな絵とかついてるよっていうのがあるんですけど、私は上の方にしてますね。下の方だといわゆる、フォトショーに近いようなソフトね、そのサイバーリングさんが使われてるやつとか、いろいろと使えるんですけど、まあ、正直私の場合は、そこまで手を込めてないというと悪い言い方になりますね。どちらかというと、それはね、ちょっと別のソフトでやったりしてるんで、パワーディレクターの Windows 版の、この5900円の、やつを、年額5900円のやつを、使って作っております。あとはね、無料ソフトなんでね、それほど、重要度はないのかなと思いますけど、ざーっと見ていくと、Google のね、スライドスプレッドシート、実はこの辺りでサムネイルとか、いろんな解説動画の、使用データはもう、この辺り、本当にド無料ソフトですね、Google の。これ使わせてもらってます。ぶっちゃけこれで十分いけます。ですね。ですから、Google スライドを使うというのは、いわゆる、Mac の人から行くと、いわゆるプレビューを使うっていうね、別にね、プレビュー使っとったらね、売れやんのかって言ったら、全然そんなことないですからね。だって、有名な、東海オンエアさんもね、プレビューで、サムネイル作るっていうので有名だったりしますしね。まあ、もちろん、凝った方がやっぱね、伸びやすいっていうのはあるみたいですかね。だから、文字入れるっていうのは、サムネイルに入ってる文字のね、データをどうも解析してるところがありますんで、そのあたりから、また上がりやすくなるみたいですね。ですんでね、結構文字データ多めに今入れてるんですけど、ね、サムネイルにおかしいな、反応がないな、っていうところでございますね。なんなら全く一文字も入ってないのが上位二つやないかってね、うちの動画の場合ね、なってくるんですけどね。で、あとは大事なのは OBS か。これっていうのは何かというと、今私がこの、録画してるこのソフトですね。まあ、こんな感じでね、カメラを出したり、するのも使えるし、複数のカメラを作ったりもすることができる。これ、ライブ配信用なんですけど、配信ボタンの横に、録画ボタンとか下に録画ボタンがあるんですよ。もう、それを押してれば、この、このまま、
部屋撮り画像が撮れるんで、ぶっちゃけこれ便利です。サイバーリンクも持っとって、サイバーリンクは何だったっけ、スクリーンリコーダーっていうのがあるんですけど、これの場合は完全にもう、画面の絵を映すか、ゲームのやつを映すかみたいな、やつに特化しちゃってるんで、こんな感じのソフトなんですね、こんなやつ。で、これのね、結構ね、ショートカットがついてるのは、これはね、いいんですけどね、案外その、何々やってみたみたいなね、実況動画の時にね、こっちの、ショートカットと被っとって、録画がうまくできなくなったりとかっていうね、トラブルも多いんで、特にね、パワーリデクターと同じメーカーなんで、ショートカットキーが似通ってるところがあってね、結構ファンクションキー系を押すと結構、あーっていうことがあったりします。ので、あと、さっきみたいなね、複数の、映像をね、こんな感じで、映したいというのはちょっとね、苦手なんですよ。こんな感じで、ソフトウェアごとにこういったらったら、設定ができるんで、こんな感じでパチパチとね、設定だけで、バウンできるんで、カメラのね。こっちの方が結局便利だなっていうんで、もう最近はもっぱらこっちの方使ってますね。っていうくらいかな。とりあえず、使ってるのは、以上、こんなような感じのもので、基本的に作っております。あとすいません、ね、入れ忘れたんで言うと、この予備のね、パソコン、もう、ね、10年近く前か、から使ってるスマホのやつですよね。なんだ、シャープの Android One ですね。Y モバイルのやつだったんです、やつですけどね。もしろいもので使ってますよっていうので、これで Wi-Fi とバイヒー、コメントみたいとかね、いうので、簡単なやつに使わせてもらっております。こんな感じですね。っていうぐらいですね。で、これらを、まあ、いろいろとね、用途に合わせて、うちの場合はね、ある程度結構いろいろざっくばらに撮るんで、そのあたりに合わせて使ったりしております、という感じですね。で、この後ね、メモリー用だけはちょっとメモリーだけでね、ちょっと撮って、ちょっと詳しくね、解説。あと 4K を、にする。した方がいいのか。この辺りもちょっとメモリーも絡んでくる話なんで、まとめて 4K とメモリーの話みたいにするのかな。ちょっと、で、やっていきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いします。ということで、ね、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。